レビ鈴鹿チャンプルー、皆さんおはようございます。今日もテレビ鈴鹿チャンプルの時間が始まりました。本日もゲストにシュノーケルの西村慎也さんに来ていただいております。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、これ今テイク2で噛んじゃって、うん、はい大丈夫ですか、この後大丈夫です、はい、冒頭の冒頭でしたけど、冒頭で噛んじゃいました。もう早くね、うん、こう監督に助けを求めたくてすぐ振っちゃいました。今もう最初は黙ってよと思ってスペシャルゲストとかいろいろね、すごい言いたいことあったんですけど、もう4週目もなったらもうスペシャルでもなんでもないでしょ。なんかいつも言ってない。そんなことない。いつもそばにいる人を大事にできない人はダメです。いや、まあ、こっち側はそう思いますけどね。見てる人はもうスペシャルゲストすげえ出てくんなっていう。特別感やっぱあった方がいいですか。いやいや、それ大丈夫ですけど。じゃあそこスペシャルって言わなければここ負けるかな。じゃあ来年にしますか、はい、この放送を何のためにしかも告知するんでしょこれから。はい、そうです。来年放送してどうする。そう、告知をしたいと思います、はい、ナイスです。いや、どうでもないです。ありがとうございます、はい、先週言うの忘れちゃったんで、言うんや、理由もちゃんとなぜ冒頭に告知なのかを。そう、言わせてもらいます。はい、2022年8月28日に、なんとライブがあります。はい、2022年って言ったかも、絶対来年流しておかしいよ。そうですね、もうね、念を押しました。でそのライブになんと、私も出演させていただきますし、西村慎也さんにも出ていただくことが決定しました。よろしくお願いします。嬉しい。ついにステージで共演ですね。うわー、初共演、楽しみです。楽しみですね、はい。ギター先週ね弾いていただいたんですけど、はい、当日もギターで、はい、そうですね、弾き語りで、西村慎也ソロとして、ね、すごーい、させていただきます。かっこいい。で、そのねライブの告知も兼ねて、はい、もう一度ちょっと今日、そうですね、なんか歌とギターを聴かせていただけたら本当に嬉しいなって、はい、持ってきました。うわー、また機会聴けるんですね。はい、先週そのナルトのね、波風サテライトというシュノーケルの曲をやったんですけども、もう一個銀魂のエンディングテーマもやってたんで、その曲をちょっといいんですか、いいですか、やって奇跡という曲をね、一節やっていいですか。聞いてください、はい、奇跡。君につけられる前から僕は知る。来週じゃないですよ。8月28日はい、そうです、聞けちゃうんですね。そうですね、生でよかったら聞きに来てください。ぜひぜひ。来週ではないですよ皆さん、8月28日、はい、生で聞けます。ギターと歌のみなんですか。そうですね、ギターと歌だけですね。その2つでこう表現できるって、でも一番まあシンプルな形ですよね、うん、確かにね、うん、そのギターって、はい、そう、まあ、全然わかんないんですけど、私もなんか適当に弾いてみますのっていうさ、適当には弾いてないですけど、そう思っちゃうんですよね。ちょっとよかったら持ってみてください。はい、弾いたことなくて。じゃあなんか、一回じゃあここの、下の2本だけで、ここ一回押さえてもらっていいですか。すごいギター講座だ。はい、ただこの辺をじゃあこう押さえてもらって、うんうん、下にちょっと当たらないようにちょっと浮かしてもらって、はい、ギュッと押さえて、ギュッと押さえて、これでちょっと押さえられてないかな。押さえられてないんですね。これもちょっとね、一回ここギュッ、ギュッ、あ、ギュッ、はい、こんなやっちゃってんですか。切れそうで、なんかこのままこれ下に一個ずらして、うん、はい、下に一個こっちにこうずらして、はい、あ、下ってそういう意味なんだ、はい、弦の下じゃなくて、で、音が鳴った。さらにもう二つずらしてもらって、はい、はい、今度話してもらって、はい、これをちょっと連続でやってみてください。
ここを離すっていう、はい、で、じゃあ弾くで下の2本だけ弾く、はい、ごめんなさい、待ってちょっともう一回チャレンジ、あれ同じ音、多分ね、ちゃんと押さえれてないかもしれない、ここをね、ギュッとここを押さえる、ギュッこう、いや、違う、ね、あ、上、今ね、下にグンってやってるんだけど、はいはい、真上からこう押さえる、あ、うん、そうこうだ、このままずらす、あ、そうなんだ、真上から、もう、もう一個、そう、そこ、うん、はい、あー、これ、簡単に弾ける、っていうビートルズのね、これが、すごい、なんで同じことやったのに全然違う、まあやっぱね、初めてにしてはでも音出てましたよ、ちゃんと優しい、そう言っていただいて、嬉しい、難しい、よかったらちょっとこれを機にね、ギター好きになっていただいて、上からこうギュッて押さえるんですね、そうなんですよ、そうすると音の弦のこの幅が変わるというか、短くなればなるほど高い音が出るっていう、で音はこっち側で調節するんですね、左、そう、音程をね、うん、すごい高速でやってましたけども分かるんですね、はい、なんとなくもうねずっとやってきたんで、またちょっとこれは簡単に弾けるフレーズとかいろいろあるんで、うん、もし興味持ったらぜひやってみてください。ありがとうございます。はい、でそ のライブ8月28日出ていただけると思うんですけど、はい、物販とかもあるんですか？あの CD は、はい、持ってきますね。物販にも立たれるんですか？立ちます、はい、よかったらぜひ話しかけてください。ありがとうございます。チェキとか取れるんですか？チェキはね、用意がない。あ、チェキもやってないんですね、うん、チェキやってないんですよ。あー、残念。じゃあぜひね、西村さんにお話できるので、皆さんぜひ遊びに来てください、はい、詳細はこちら、はい、でちょっと今日さ、真面目に、はい、今日さとか言ってた、もう全然いいですよ、マブダチです、今日、うん、マブダチですか？マブダチだよ、嬉しい、もうなーとか言ってた、嬉しい、今日、うん、真面目に終わっちゃったから、うんうん、ちょっと次回次回はもっとふざけ会、はい、てか次回もいいってことで、ね、またこの収録って何 4日くらい抑えられてる俺スケジュール。そうです、そうです、このまま永遠に終わる、世にも奇妙な物語みたいな感じになって、あれ終わんないわこの収録っていう、これずっと。そうです、どうですか？ぜひぜひぜひ出させてください。優しい、そう言っていただいて、はい、本当そのなんかすごい人なのにその行動力が私すごい素敵だなって思って。とんでもないです。この舞台見に行かせていただいたときに、うん、チャンプルの撮影あるんですって言ったときに、ぜひって言ってくれて、はい、こうキンキンだったのに、うん、即決してくれた、はい、なんかその行動力がやっぱこうすごい人をこうなんか作ってる土台なんだなって、またすごい勉強になりました。もう僕からしたらもう鈴鹿チャンプルも見てたんで、視聴者だったんで出れるんだって感じ。嬉しいそんなこと言ってたら、もう嬉しくてもうすぐにゃん。はい、それではまた次週、バイバーイ。ではピンク手拍子というものがありまして、1回、2回、
3回、4回っていう風に手拍子を重ねていくっていうライブ参加型の応援なんです。ピンクスカートのライブに来たらぜひやってみてもらいたいんだけど、次はちょっと過激な感じでビンタ手拍子を紹介します。そしてムチっていうのも考案されちゃったんです。良い子の皆さんは真似しちゃダメだよ。でもピンクスカートのライブではいろいろと面白そうなことに日々挑戦しています。そんなピンクスカートの宮崎鈴鹿生誕祭が2022年9月5日にあります。入場は無料です。その上に特典やオフ会もあって、ぜひ皆さんに、そして初めて知ってもらった方にも来てもらいたいな。ネットでドルエニって検索してみてください。ピンクスカートのアイコンをクリックしてね。そしたら時間や場所、詳しいことがわかるから絶対だよ。入場無料だよ。令和琴姫宮崎鈴鹿生誕祭、宮崎鈴鹿、千葉ガールズ、リベリズ、さくらりな、菅原彩香、日向あいみ、ピンクスカート、そして令和琴姫が出演。ドキドキさせてあげる。そしてなんと9月6日には令和琴姫宮崎鈴鹿生誕祭アメージングボディを開催いたします。いつもは令和琴姫定期ライブなんだけど、今回は私宮崎鈴鹿の生誕祭となりました。そして今回は3種類の開催形態があるよ。 1. 招き猫渋谷本店での有観客ライブ。渋谷駅 A0 出口から徒歩0分渋谷プライムの4階招き猫さんの特別ルームで開催いたします。限定20人までの入場なので、生のライブを目の前で見たいって方はご予約お早めにね。出演は私宮崎鈴鹿と令和琴姫、ピンクスカート、リベリズ、さくらりな、菅原彩香、日向あいみ、千葉ガールズさんで出演します。特に令和琴姫にとってこの日がラストの有観客ライブなので、ものすごくレアなライブになると思うの。 2. オンライン配信。会場では見られないオープニング映像、エンディング映像もついていて、全世界からどこでも見ることができるよ。リアルタイムで見られなくてもアーカイブが2週間あるから、いつでも見ることができます。3. ライブビューイングチケット。ライブビューイングチケットとは、全国の招き猫のお部屋からライブビューイングで見ることができます。ドリンクバー付きでグループ観戦して盛り上がったりもできる超超超楽しいチケットだよ。物販の販売やチケットの購入方法などホームページで詳しく案内しているので、令和琴姫でネットで検索してみてくださいね。それでは皆様にお会いできるのを楽しみにしています。
どちら様ですか？失礼。児童相談所の者ですが。児童相談所の方ですか？それで？はい、先日隣に住む遠藤光太くんが虐待を受けてるという通報を受けまして、隣にいる方なら何か分かるんではないかと伺った次第です。光太くんが虐待？そんなバカな。遠藤さんとも交流ありますが、親子仲がよく、虐待なんてことは絶対ありえませんよ。そうですか。何かのガセネタだったんでしょうか。でも遠藤さん一人でお子さんを育てていることに変わりはないですよね。そうですよ。でも何ですか、あなたたちのその言い方は。片親が子供を育てちゃダメなんですか？ハケミさんはよくやってますよ。私が何か？遠藤さんですか？はい、そうですが。私たち児童相談所の者です。お子さんを学校に通わせたので聞いたのですが、本当ですか？え、ハケミさん、それ本当？そうなのよ。うちの子のいじめを訴えても依然としていじめがなくならないので、今は安全のため学校には行かせず、うちにいさせてます。そうでしたか。ですが学校に通わせないというのも。私を調べるんでしたらまず先にいじめの原因を調べてください。失礼します。ほら怒っちゃったじゃない。あなたたちのせいよ。私たちはただ。ごめんなさい。岸田君、もう一度調べてきましょう。そうですね、一旦事務所に戻りましょう。失礼しました。失礼しました。姉ちゃんありがとう。うちに貸してるあるから食べに来ない？いいの、ありがとう。お邪魔します。お恥ずかしいところをお見せしました。恥ずかしいなんて思ってないよ。でも一体どうしたの？いじめはなくなってないの？ PTA の会長は梅原さんという方なんですが、つまり PTA を牛耳っていまして、その梅原さんの息子が光太をいじめているそうなんです。ああ、息子がいじめをしてるって認めたくないからあなたに嫌がらせをしてるってこと？はい、そうです。ちょっと待って、その梅原って人タレントとかやってない？はい、確かテレビによく出ています。やっぱりあいつか。ポタージュ今お持ちいたします。私2時から元気が出るテレビの収録があるの。早くして。はい、お待たせいたしました。どうぞ。ありがとう。まず、これじゃポタージュじゃなくてヘタージュじゃない。申し訳ありません、今日は体調が悪くて。体調が悪い？そんなのいつもじゃない。もういいわ、明日から来なくていいから。クビよ。そんな。私言い訳する人は嫌いなの。ですが。もういいわ、台所片付けて帰ってちょうだい。明日から来なくていいから。はい、申し訳ありませんでした。さとこ、お前家政婦の与田さんをクビにしたのか？ええ、そうよ。あの人いい人だったのに、どういう理由で辞めさせたんだ？そんなことどうでもいいでしょ。そんなことより最近 PTA の会議で言われたのよ、お宅の深夜くんがいじめをしてるって。深夜がいじめをしている？深夜がするわけないじゃない。私たちへのやっかみよ。やっかみ？何やらその子お父さんがいないらしいのよ。
だから児童相談所に相談して調査してもらうことにしたわ。お前という女はどうしてそんなに傲慢なんだ。あら？何怒ってるの？怒ってないよ。おい深夜。何ですかお父様。お前いじめしてるのか。いじめなんてしていませんよ。いじめなんか絶対するなよ。分かってるよ。よし深夜、どっか食べたいものあるか。投げ食べ終わったらゲームセンター行きませんか。いいな、行こう行こう。ゲームセンター行ったら何のゲームします。マリオカートとか。あ、いいですね。これから学費とかもあるし、一人暮らしもしたいし、私が一番末っ子なのでもらう権利はあると思います。いや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 、それはないよ。なんで。第一、そんな主観で全部くださいなんて虫が良すぎるだろ、遺産を相続する場合は大体半々だろ。それって法律で決まってるの。いや、法律かどうかは知らんけど。あ、じゃあさ、一回俺の話聞いてもらえる？何？まずさ、遺産の3000万円をさ、一旦俺に投資してほしいんだよね。それでさ、投資した3000万円を仮想通貨かなんかで倍にして返したらさ、みんなハッピーじゃん。ねえ、どう？詐欺師の手口だ。はぁ？今の発言をググってみなよ。まんまその通りに高齢者を引っ掛ける詐欺の一例として出てくるから。いや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 、約束は守るよ。約束守る人は人からお金借りたりしないんだよ。いや、だから待て待て、お金を借りたとかじゃなくてな、これは俺の3000万円なわけだから、俺が勝手に使っちゃっても何も問題ないわけ。先ほど3000万は私のだって主張したんですけど。だからそれは認めないよって話です。第一、遺産を残したんだったら絶対に俺のだろう。一人だけの息子なんだし。はいはい、八重峰ちゃん。お父さんの面倒を見ていたのは実質私です。家賃を払ってご飯を作っていたのも私、そして父と一番仲良かったのも私。だってお父さんの誕生日2人は覚えてます？誕生日覚えてるか覚えてないかは関係ないでしょ。覚えてないの？いや、覚えてるよ。言ってみ。言わない。なんで。いや、だって誕生日ってさ、人によって違うじゃん。なんで当たり前のこと言ってんの。7月18日。あ、それだ。5月21日ね。あ、そっちだ。私だってニアピンじゃん。え？あのね、もし私が3000万を相続したら、矢田家の長女としてお父さんの葬式費用に、そして残りは困ってる人に寄付するとか、それが一番丸く収まると思うの。ないわ。うん、ないね。私が学費で困ってるのに、なんで寄付できちゃうの？姉ちゃん、それは偽善だよ、偽善。そんなことないでしょ。自分の面倒も見れないようなやつが他人の面倒なんて見ようとしちゃダメ。困ってる人が困ってる人に心配されても逆に困っちゃうでしょうね。困ってる人たちも私たちのこと見たら応援してくれると思うな。ああ、それな。今矢田家は最大のピンチを迎えてます。父が死んで矢田家を守るための遺産で仲違いしてるんだから。いや、
お前のせいだけどな。え？そう、俊介のせい。俺のせい？そう。俺のせい？そう。俊介のせいじゃないけど。言っちゃう。俊介のせい。全部俺のせい。そう。いやいや、そんなことない。こんにちは。え？そんなことある？誰？どちら様ですか？すいません、こちら矢田製紙工業さんですよね。はい、そうですけど。大林美琴です。事務所の方をお伺いしたんですけれど、誰もいなかったのでこちらに来ました。中がらんとしてるんですけど、よかったらどうぞ。ありがとうございます。こちらなんですけど、ポストに入ってました。はあ、大林美琴さんでしたっけ。はい。どちら様なんですか。あ、俊介の彼女さん。え、そうなん。一回挨拶に来てもらいましたよね。はい。知らんかった。ねえ、なんで教えてくれないの？いや、お前に報告の義務はないからだよ。まあ、それはどうでもいいんだけどさ。なんでこの人も遺言書を持ってるのかだけは説明してくれる？いや、さあ。お姉ちゃんは？そう。ふざけてるね。いや、ふざけてこんなことするわけないやろ。リアクション見ろよ。中身拝見しますね。あ、どうぞ。どうでしょう。